こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています。板橋由香です。いちごのパターンからの点々点。ということで、今回ピースワークでいちごのパターンを作っていきたいと思います。以前動画でお話ししたかなと思うんですけれども、何かを作るときにはあらかじめこういうものを作ろうという完成形が分かっててイメージができてたり、まあもうあらかじめ見本があったり、その見本を作り変えるといったようなそういった形で始まる場合と、今回後者なんですけれども、とりあえず作りながら考える、なので作り始めは何になるか分からないだけど楽しいから作るみたいなパターンと2種類あります。なんか寒い時期に真っ赤ないちごってすごく元気が出ますし、こう春を感じるので、今回ピースワークで美味しそうないちごが作れたらなということで始まったわけなので、途中からよしこれで何を作ろうみたいなのが決まってくるかと思いますので、そちらもお楽しみになさっていただければと思います。まずは1番目の作業として型紙のご説明をしたいと思います。手書きなんですけど、これちょっと実物大の型紙です。まず図面でこう引いてみて、で、これで良しとなった場合、厚紙でこう型紙を取って縫っていくんですけれども、ここの上の、この部分はいちごのヘタです。で、ここの下の方、ここが、真っ赤ないちご。こちらをピースワークで作っていきます。真っ赤っていう生地って実は私の場合はあまり手元になくて、本当に手持ちの生地の中から赤いものを探して探して探して、でなおかつちょっとお店のものも拝借してっていう感じで今回作ってます。でこのパターンの下部分、こちらはベースですね。なのでベースがこの下とこう上の部分、あとまあこのヘタの一部もベースの生地がくることになります。でご覧いただいてて分かるように正方形、長方形で、ここも長方形ですね。それと正方形を分割した三角形と、さらにちょっと4等分した三角形で、ちょっと下にもこれちょっと少し角度ついてるんですけど、こう大きな三角形みたいな、そんな感じの、分割で出来上がっています。で生地の取り方なんですけれども、パターンの上下に合わせて生地のプリントの上下合わせていただくと、おのずとこう縦地が全部こう上を向くんじゃないかなと思います。で、三角形のこのここの部分、外側に縦地が通った方が伸びにくいので、こちらに関しては分かりやすいように全部こう辺の長さが一番長いところ、ここを縦地通して取っています。で、このヘタの部分、ここまで本当は入るんですけど、オハイオスターのパターンになってまして、こんなちっちゃなオハイオスター縫ったことないよって思いながら、でもちょっと楽しく、はい、縫ったりしてますので、はい、後々ご紹介していきたいと思います。今日の2番目の作業です。生地を取り、いちごの果実から縫っていきます。で、本当に白黒だと何が何やらみたいな感じなんですけども、実際に縫ってみたものがこちらです。いちごに見えると思うんですけど、はい、いちごと思って縫ってるんで、もう私にはいちごにしか見えないんですけども、この果実の部分から縫っていきたいと思います。で、実際に生地を取ったものがこちらですね。で先ほどちょっとこの図でご紹介したここの部分はどうやって分割して縫っていこうかなというふうに考えた時に、縦こう1列ずつ縫っていくか、横に分割して縫っていただければいいかなと思います。で後からこちらの下のベース、それから上のここの部分、ここも一応ヘタになるんですが、後からここちょっと分割した形でこのヘタの部分が縫い合わせできるような形で縫っていきます。ということで、縦でも横でもいいんですが、私は縦で分割して縫ってます。
ということで1列ごとにどんどん生地を決めて縫っていくんですけども、あえてピースワークで形を作っていますので、同じ柄の生地がお隣同士にならないように、せっかくパッチワークしますので、できれば違う生地同士が剥ぎ合わせできるように、まずは取った生地を並べていただくと安心かなと思います。結構お隣に違うのを持ってこようと思うとなかなか難しかったりするので、はい、なのでその時は赤い生地って結構持ってないんだなと本当しみじみ思いました。ということでこれで縫っていきます。ただ真っ赤って本当に元気が出る色で、まあ、小さなパターンではありますが、このパターン一つがちょっと何かになったら本当に元気が出るし楽しくなりそうだなというふうに今からワクワクしてます。ということでこう縫い合わせをして、で一列ごとに縫い合わせが終わったものをこのようにつないでいきます。でちょっとここにヘタの一部が来るんですけども、それは次回ご説明しますので、まずはいちごの左右を右と左を列ごとに縫ってまとめていただくといいと思います。でちょっと両端に三角形があるんですが、三角形はまず三角同士を縫い切りで縫って1枚の四角にしたものを先ほどと同じようにピースワークで縫っていきます。でおいおいなんですが、下のベース、上のベース、あとここもなんですけど、おいおいこちらを縫って1枚にまとめていきます。ここで今日のポイントです。ピースワークは縫い切り、縫い止まり、どちらでも OK です。縫い止まりというのは印から印まで、これ三角なんで縫い切っちゃってますが、縫い止まりの場合はこれ印から印までを縫うやり方です。縫い切りはこのようにもう端から端まで印の先まで縫ってしまうやり方です。で、このベース白でやっている方は縫い止まりでやってみました。でその場合は互い違いに、お隣同士の縫い代が互い違いに倒せるので、ここが開きます。開くのでアイロン当てると本当にこうゴロゴロしないでキルティングするときにも綺麗にできます。で黒の方、ベースが黒の方は縫い切りで縫ってみてます。で全部縫い切りで縫っちゃってますので、縫い代を倒すときには列ごとに一方方向で、これはこちら側にこうパタパタパタと倒してますので、お隣は逆に下向きに、こうすると重なり合わないので、ここのゴロゴロが少なくて済みます。ということでどちらで縫っても構いませんので、お好きな方で、縫いやすい方で進めていただければと思います。今後もこのような形でパッチワークキルトに関する情報や手作りに関する様々なことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキルティング。栃木県は言わずと知れたいちご王国で、これから1月2月春に向けてますますいちごが美味しくなるので、そちらも楽しみです。